姿を残す
やっせついてこいなんて言ってないよ。遅い。風よ。いざ参ろう。
りなく全力攻撃だ。いざ。はっ、それ、おい、拍手ご用意を。全部丸見えね。はっ、そこだ。行こうと。風よ、ぜひ。いざ、し。行こう。風を知れ、そこだ。風を見た雲の行くごとと、マイはっよっ、それ、そこだ。おい、はっ、チグマくん、よっ、せえ、みんなは俺が、はっ、はっ、ふっゆこ、おれ、うわ、はっ、や、よっ、せい、はっ、もみちを、ちらまくを、燃えろ、や、へ、まい、まさか。ヤッホー、相棒、この声はナビまさかこん、そっちはどうなんだだから最近はず、そうね、まだ私たちも太く、それでもさすがボス。そうなんだよ、だから今回はこっちに来る前にマルシラックに習っ、それで街であれこれして、ナビアらしいな。ん、どれどれ、これは違う違う、そんなのどう考えたってわかんないよ。アドバイス案がどんなにしょ、おとにかく帰って思い出、じゃあい、うん、どうせ別別にいいけど、それじゃあ行き、ああうんうん、純粋、うん、つい、今エンジニアが定期点検をやってるとこ、問題なければ出発できるよ。前からずっと聞きたかったんだけどさ、純粋線の3つのコースって全部お前の家族の名前がついてるよな。そうよ、カオレスとナビアは言うまでもないよね。クレメンタインはママの名前なの。
お前んちのものなら、なんでポア村長に泊まるコースがないんだ？家に帰るのにも専用の船に乗らないといけないなんて面倒じゃない。それにしてもちょっとおかしいよ。だよな。でも現状はこうなんだよね。パパが何を考えてたのか。たふん、あの人、他人スピナディロースらの他の、かばえる理由。ボス、船の点検が終わりました。よし、それじゃあ行きましょう。しばらくかかっ、そういや、お前のママはどんな人だったんだ？ママはすごく前向きで、片方は仲のいい、うん、クレメンタインシルバーがさ、それって最近ね、水にこれほど豊かな感情が溶けてる理由が、大事な人も、でも彼らは確かにこの人生、まあね、でもま、私はか、ナビアのやつ、大丈夫か？そっか。ボス、お帰りなさい。久しぶり。面倒だなんて、まあ前、お褒めにあず、ご覧の通り、最近はボスを手伝い、マルシラックさんを、はいはい、私のこと、そうなのです、上手、うん、実は私たち、パパとママが、パパはこないだまでずっと、でも今はそんな汚名も注いだし、彫像の制作資金はカーレスさんとクレメンタインさんへの感謝を込めて、町の人たちが寄付してくださったんです。私？私はただの現会長だもん。自分の彫像、謙虚すぎるぞ。ええ、それ以上ほなんてね、そこまで厚かましくないって。少なくともパパと肩を並べられるくらいになるまで待っててよ。ありがとう。まだ心の準備がね。フローレント、とにかく今は彫像のデザインをしなくちゃいけない、そうでしょ？ええ、カーレスさんとクレメンタインさんのポーズが決まらないことには職人も素材を用意できませんからね。ただポーズについてまだしっかり検討したことがなかったので、まずは私がいくつか選出してまいります。ボスには案をご覧いただき。そんなのいい、いい、ほらついてきて。言ったでしょ、それはバイモンもス、フローレント、かしこまりました。ねえ、何かいい案ない？実はだからあんたの想像力を借りて。準備ができましたよ、いつでも始めていただいて構いません。楽しそうに。写真を撮るタイミングがいまいちつかみにくいですね。これじゃあなんで笑って。ええ、彫刻するな。じゃあ一人がジョークを言って、もう一人。やっぱそれも大して変わらないよな。別なにして、遠くを眺めるって船の上から遠くを眺めるみたいな感じ？じゃあこんなのは？おお、愛しいクレメンタインよ。
しかし…ああ、わかった。じゃあ、解雇しましょう。町に置く。じゃあもうちょっと考えようぜ。おごそかっていうと、あ、わかった。こんなのはどう？スピナディロースらが持って。でもなんかこれ明太これじゃ。確かに。でもこのポーズは確かに。二人のイメージをうまく表せてないかも。はぁ、気にしないで。写真、ああ。あ、衣装と覚えてるぜ、カーレス。そうそう、その子。あの後ね、私はもう、それで。でも、ご心配なく、ボス。彫像の方も。初めからこうすればよかったじゃないか。まず。ナビア、フローレン。え、君は。コルタ、メロピデ要塞から戻ってきたの？出てすぐこっちに向かってきたんだ。どんだけメリス。紹介するよ。彼もスピナ。今思えばこれ。ん？待て、原始大会の水事件をまだし。フォンテーヌ。最初からせ。まずはこっちの二人。あ、よろしくな。俺の知ってるか。確かにオイラたちがすごいのは事実だけ。あら。そうだ。たくさんのこと。私を守るために二人は犬。俺は驚く。ごめんなさい。マルシラックや、マルシラック。そのコルターは、その場所を変えましょう。ま、属性を見下ろせ。ついてこいなんて言ってない。信じられない。私もてっきりも。なのに、ま、安心してくれ長靴。本当？ロムーフって誰だ？私もき、フローレントなら知ってるはずだ。あの頃、でもカーレス純粋戦だが結局、はあ、結局、ああ、ま、オイラも、ああ、に、昔は俺だ。でも純粋、そうだ、多分、長年の彼らは、それで、それって、ああ、その後、なるほど、ロムーフの勢力、きっと彼、ああ、コルターの心配にも一理あるね。そのロムーフって人も、マーセルも、ずっとマーセルのせい。ポア村長が、うん、うん、お願いね。コルターも情報ありがとう。大したことじゃん、いろいろ聞いて。それじゃあ一緒に街を回る。あんたたちも一緒に来てくれる？あ、じゃあ行こうぜ。その方が有意義に過ごせそうだ。属性を見下ろせ。船に乗らないのか。たまには歩くのも悪くないでしょ。小旅行だと思ってさ。向こうに着いたら数日泊まってから帰ってもいいね。俺も久しくこの道を歩いてなかったな。
せよミオラさん。結構歩いたね。ここで少し気分転換なんだし。お前、純粋線がこの道をマルシラックと幾度歩いたか。疲れた。あの頃スピナディロースらは順風満帆で、どんな奴も大儲けをするチャンスが。いつの間にか純粋線ができて、この、はぁ、わかってる。じゃあ、待ってね。材料が足りるか確認してみる。ま、うん。お、小麦粉と砂糖がない。一番重要な、本当に？毎回タダで食べさせてもらうわけにはいかないしな。オイラたち、本当？よかった。じゃあ俺は、箱がないかさ。そうね。どう？いい感じ。お前の料理。ボスのか。ただの趣味。そういえば、お前ら、そうか。一緒にいたの、冒険者は、それに。あ、たとえ遠くにいたって。オイラはこのマカロンのこと。なるほど。そんじゃ俺も。それじゃ。乾杯！っておい、何？あんたたちの旅が順調に行くこと。片付け終わり。じゃ、進みましょう。アデルの未来の制服は、町の知り合いに頼んであるの。取りに行かなくちゃ。属性をミオラさん。少々お待ちくだ。そういえばアデルはなんでスピあの一見のタヌコね。でも今のスピナディロースらの雰囲気は、うん、そうかもね。アデルも優秀なス。私もそう思う。でもまずはあの子が健康に成長できる環境を作らないとね。選択は大きくなったあの子自身。あれ、どうしたんだ。私も見てくるわ。コルタ、衣装をお願い。あ、やっぱり誰かいるぞ。上に上がったみたいだ。この、待ちなさい。面倒な奴らだな。まともなし。野郎ども。やっほー。どうってことない。と、やっほー。よっ、せい。ファイヤー。ま、岩元素なんだけどね。おとなしくは黙ってたらごまかせると思ったら大間違いだぞ。ボス、どうだった？怪我はないか？この程度の敵が、あた、はい、
俺たちは。だが恨みって、なんだ知ってんのかよ。だったら俺らの恨みの理由は分かってるはずだ。そうだぜ。酒を飲ん、結局逆に捕まっちまったってこった。ただあんた聞いて、私はスピン今回の一件。ああ、でも今後も似たような。分かった分かった。見逃して。パパが残した対立関係を丸ごと受け継ぐつもりなんてないもん。相手に座ってお。俺もボスのやり方に。うん、でもやっぱり最後には。そうだな、そんなことにならなければいいんだがな。そうね。さて、後でフローレント。またサンドル川に泊まる。仕方ないでしょ、夜になったら。確かに。ついてこいなんて言ってないよ。でもパパ大きな野望を持ってたから。それもまた。よし、部屋は前回と同じ。うん。ああ、ごめん。邪魔しちゃった。安心して、おしゃべりに付き合って。さ、早っ。自動つ…え？だ、釣りって。それも確かに一つの楽しみ方だよね。相棒。あ、じゃあ次は。それより生まれつきってところかな。それだ。詳しく説明し始めたパパは。でもスピナディロー想像できる？でも、みんな黙りこ…そんな…うん、小さい頃の…でも、ある過ちの責任だって。罰が下された時、みんなは身を挺して代償をし…ごめん。ごめんね。とにかく、スピナディロースらが今みたいな雰囲気…これって…もだから…そうね。あれ？見て、浮きが動いてる。でも、なんで釣り…多分、パーツの不具合じゃないかな。逃がさないで、捕まえるのよ、早く。おいらもやるのか。お前、これ以上時間を無…明日になったら即行動だ。自動釣り竿は動かな…かけてたもの…じゃあさっさと休もう。うん。
気の人手と一緒にだ。ほら、さて行こ。お前が呼ぶ。アデル、ただいま。フォンテーヌ邸で、あんたにプレゼントを買ってきたよ。わあ、ボス。あ、何言ってるの、この子ったら。久しぶりだな。あなたたちだったのね。フォンテーヌ全土を救っ、本当にすごいよ。こんなにすごい人とお友達になれたナビオネッコの中。もちろん。未来のアン、でも、だからこないそうだった。娘の子、スピナディロースらがいつ、遠慮しん、ボス！フローレント、どうしたの？大変です。爆、かなり前から順ですが、ロムーフと後を追ってみたとこ。もしかして、座ってお話しして、ごめん。私が甘かった。ボーソン町の東側の丘に、クレメンタイン線の近くです。まさか。クレメンタイン戦を爆破するつもり？その可能性が高いな。ロムーフの連中、クレメンタイン戦を爆破なんてしたら、あいつらおかしいぞ。だって、ここには一般人だって。ええ。長い時、今すぐ住民を避難させるの。船の上に避難。相棒、起爆を許せば、ポア村長にいる、まずは奴らの強行を止めるのよ。その後で、まとめて蹴りをつけてやる。オイラたちに任せ。行こう、フローレント、コルタ。こっちも早速動かなきゃ。コラリーさん。ボス、危ない！何をする気だ、コルタ！邪魔な奴がやっといなくなったと思ったら。まさか、そういうことだったのね。ちょっと正しくない。俺が憎んでるのはナビア。お前こっち気をつけて。ロムーフは約束してくれた。ナビアさえ始末すりゃ。だが、そんで見ての通り。なぜ？なぜかって。お前は昔のスピナデロースらがどれだけ輝いていたか知らない。ポア村長が最も栄えていたあの時期を経験したこともない。だが俺は違う。俺はこの目で見ていた。それが全部貴様のせいだ、クレメンタインさん。つまり、ああ、お前らにこの気持ちがわかるか。昔純粋、あれからあった、あいつまでがお前のせいで死んだんだ。あった。俺はかつて、ボス、こいつな、こう考えたことは、さらにこういうことを考えたことはあるか。だって、罰が下された時、みんな、うん、本当に勝手なこと言わない。うまく言葉、マルシラック、スピナディロース、ドケフロ、聞くつもりは。ボス、あんたの目から見たら。でも私は、だから。どうぞ、不意打ち、やっと、はぁ、どうぞ、不意打ち、あれ、ほ、これって三段銃？どうぞ不意打ち、撃ち続けて、うんうん、いい感じ。これって三段銃？よっ、避けられる？ファイヤー、ま、岩元素、避けられる？避けられる？これって散弾銃？
フローレント、それから私は。かしこまりました、ボス。ナビア、本当に大丈夫？わからない。なんとしてもクレメンタイン戦後アクアロードを爆破したいんなら。遅い、ついてこいなんて言ってないよ。ミオラさん、君ごとき僕を直視する。敵がどんどん湧いてくると。足止めされ続けてもううんざりだぜ。でも少なくともオイルたちが向かってる方向は間違ってないってことみたいだな。これで。これって例の爆弾だろ？で、こっちは操作台だよな。ボタンがあるけど、どれも勝手に触るのはよした方が。変な形の穴があるな。もう確かにそうかもしれないぞ。そういうことなら手分けして。これでナビアたちもきっと確かに。ティエリーから来た。あいつらとか恨みや怒り、法律にのっ、わかった。さあ撤収だ。やつらを全員連行。やったな、ナビア。オイラたち守り、そうね、ほんと元素力。普段ならボス、ポアソン町に潜伏していた者たちも全て捕らえました。出立艇に連れて今回。そっか。コルタ、あんたの考え、理解できないわけ。私はカーレスじゃないし、それでも、今後、いつか。言いたいことはわかる。だが、
あんたはもうスピナけど。ありがとう。ボスはやはりお優しい。運には恵まれ、ありがとう。クレメンタイン戦、正直言うとこの上名前はある種の刻印なの。毎日見えるクレメンタイン戦を失えば。でもな、ボスには少し時間が必要ですね。うん、旅人、聞きたいこと。あんたは本心から。もちろん。そっか、よかった。そう言ってもらえて。調子はどう？うん、ちょっとはマシになった。でも多分ごめんね相棒。さっきは変な話をしちゃったけど、今まではコルターがあの人たち。そんなこと他のやつ。こうなったらもうこれ以上。ボス、私もうこれ以上の真相には。どうかご。町の皆さんがボスのために用意したプレゼントですから、ちゃんと完成してからさ。状況が。私準備はいいですか。布をめくる。うん、クレメンタインさん。これってご明察。実はボスリーサトル。カーレスさんとクレメンタインさんだけじゃダメだろ。まだ若い。彫像を立てる。昔のことは知らん。ナビアがいて。皆さんがここ。私たちはオイラとこいつもそうだぞ。あんたたち本当夢にも見ない。